自分に恋しています。自分が大好きです。2つ目は、実は私は苦労した過去を持ってます。小1から中3まで約9年間ほとんどいじめられてきました。そのため当時のエリカはもともとは明るい性格だったんですが、徐々に暗い性格になり、自分の殻に閉じこもるようになりました。そして中3の時に今まで耐えてきたメンタルが崩壊し、ついに不登校になりました。当時の私は学校に行くのがいつも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 怖くてたまりませんでした。暗黒な絶望味わうのか、とあるものを見つけちゃいました。そう、それはどんなものかというと、 YourJervis、 スマホに動画投稿する機能があり、興味湧いたので投稿してみました。すると私は YouTube 投稿が楽しくなりました。しかしエリカはもやもや、暗い YouTuber のままでした。そんなエリカは高校生になり、自分の殻を破る撮る人たちを見つけちゃいました。そう、それはどんな人たちかというと、高校の先生と友達です。エリカはたくさん触れ合ううちに元気をもらい、いつの間にか暗い自分はいなくなりました。そんなある日、エリカはひらめきました。人に元気をあげる YouTuber になろう。エリカは毎週金曜日投稿するうちに、いつの間に打ち破る自分がそこにいました。今は人との触れ合いを大切にし、 YouTube 制作のパワーにしています。これからもエリカはこの星に生まれたみんなを一人一人一人大切にし、楽しませ元気をあげる YouTuber として頑張り続けます。ありがとうございました。ありがとうございました。すごい、すこぶる動くね。すごいな。すげえ好きなタイプだわ。うさぎよりめっちゃ動くよって。そう、もうそれめっちゃ良かった。ありがとうございます。ディズニーのキャストみたいですね。いや、もうそれの8倍上やけどね。すごいね。もう今日だからいろんなキャラがいますけども、はい、エリカちゃんいかがでした？ステージ上でパフォーマンスしてみて。すっごい楽しかったです。楽しんだ。見てくれてすごい、ね、ありがとうございました。あ、いいですね。元気もらえます、これは。熱い、お二人いかがでしたか？改めて。いや、僕じゃできないことをなんかすぐやってのけるんで、すごいですね、本当に。確かに、もう三個一なんて、あのちっちゃい部屋のスペースから動かないもんね。100% 苦情来るよね、こんだけ動いたらね。マンションからね、普通に。なんかほんまに振り切るってめっちゃ勇気いるやん、うんうん、ですね。めっちゃ感じた。ありがとうございます。もう一回頑張ります。ありがとうございます。すごい、先輩方も元気をもらえるぐらいの、はい、これから元気に人をできるように、こういろんな自分の魅力を YouTube に見せていきたいということですよね。はい、もちろんです。なるほど、ね、もちろんです。それではじゃあ最後、一言見てる方々にメッセージお願いします。はい、はい、これからも私は頑張ります。そして楽しませます。応援よろしくお願いします。エリカチャンネルありがとうございました。ありがとうございました。すごい。だからあのレベル高いですよね。そう、高いね。すごいね。女子高生とは思えないぐらいの、うん、JK か。そうですよ、全員。最近まで JK だったないの？うん、JK やった。ソンは28。じゃあ19。あ、19。私の1個、私の1個上ですよ。上なの？